20分前ぐらいに撮った30分ぐらいのマリオカートのやつが、俺の声の音量がでかすぎて完全に音量調整ミスで全てボツになって、すごくテンションが下がっているこの朝4時半の段階でマリオカートやっていくいやー、割とイケてる走りできてたんだよ。イケてる走りできてたんだけどさ、流れ崩れた。おおやっちまった、流れ崩れたかな。とりあえず乗って剣を素早く取っていこう。悲しみだよね、こんな。いやー、なんかね、調子良かったやつでね、その後もう一回やったってね、うまくいかないもんなんですよ、意外とこれが。あーい、そうなるよね。ちょっと待って、もう主人公が1位だし、てかこれミラーじゃん気づくのさ、あ、ほんと数字が上のゼルダってやつが判定してるわ。今気づいたのか俺。あー、お前もうなー、さっき何喋ってたっけなあ、そう、ポケモン不思議のダンジョンのやつだ。そう、ポケモン不思議のダンジョンがリメイク来るって話があって、びっくりしたよね。1週間前だっけ、さ、なんか、ニンテンドダイレクトで、ニンテンドダイレクトだっけ、ポケモン GO のダイレクトでやってさ、めちゃくちゃびっくりした。ダイパリメイクの話、ケンタテが来るのはもう知ってて、で、あとなんていうの、あれだよな。ダイパリメイクの、情報がもしかしたら来るかもしんねえとか思って、ああまあな、まあねえだろうなーとか、そんなことを思いながらやってたら、まさかの救助隊。そんな予想できるかって思うかよ。まあ俺救助隊はやったことないんだけどさ、不思議のダンジョン自体は時闇空は、もうめちゃくちゃやったからさ、特に空は。ストーリー面白いんだぜ、あれ。なんでみんなやんねえんだよ。実況してる人がね、あまりに少なすぎんだよ。あんなに面白いストーリー、なかなかねえぜ。ポケモンにしては、なかなかし、おー、あー、ちょ、俺の扉が開かれなかったか、くそー。姫様とこっちはお通りなさい。ん?ん?お通りなさいじゃねえ。トーンじゃねえ。トーンじゃねえ。全員止まれ。そこで全員止まんのよ。止まるのよ。あー、デイジー風情が。この、色気でも胸でも負けてるような、この女デイジーだけにやたらと憂さ晴らしをして、謎の5位フィニッシュを決めていく。もうぶつかったな、お前、初見するぞ。お、来たー、レインボーロード。さっきの、ボツになったやつでもね、このコース来てたんだよね。で、順位はね、当然ね、1位ですよ。11位。そんなね、悲しいことがね、あってしまったからね、もうそんな、過ちは繰り返さないと。10位。あー、もう11位はねえな。でも1位取りたいんだけど、いや1位はもう絶対取んだよ。取んだけど、11位の可能性もあるから、もう11位って説がもうなくなったから、もうね、これはもうね、1位ってことです。もうこれはもう見てください。私めが1位になって差し上げますわ。という。取ってつけたかのようなお嬢様感って、ね、こいつがそもそもお嬢様の立場なのかもわからんけど、とりあえず気品がいい人っていう印象。お前、あなた様、そんな野蛮なものはね、投げないでくださいませって誰だよ、もうロゼッタのファンの人いたら怒られるわ、俺も完全に。あー、コインがない。ちょっとそんなバナナを撒き散らしてね、もうそんなに良くないぞ。ゴミ回収集車にしっかりお届けください。あー、ちょ、今使ったじゃねえか今。おい今の不正だぞ、不正。ちょ、訴えますよ。ちょっとブレーキして、んー、アイテムが微妙すぎる、これやばい。11位はないとしても、これ最下位の嵐、来るかもしれないぞ。そんな、認めたまるか、認めてあげませんわ。そんな連鎖は、私が断ち切ってあげます。さっしゃしょう。コインが、稼いでいく。トゲゾコラナイス。希望は捨てない。ダブルは取れる。なんか、いけなくはないでしょ。いけ。よし。取れないか、取れないか。ここで、サンダーが、打ってくれば、いけるって。ダメか、5位か、中途半端、わかんねえ、コメント不要。あなたは誰に手を振ってるの?さあ、この雨が降ってる近代化した街。毎回散々ピーチをさらっていくクッパの本拠地。重い、もとい、なんていうの?どういう建物建ててるか気になったため、ロゼッタが潜入してあげるわ、って。ってか、すごくね?これクッパがっていうか、クッパの財団っていうか、あれが作ったのかね。超すごくね。もう、こんな技術持たれたら俺、あんな、
何勝てないよ。キノコ王国、あんな草原に城が一個立ってるだけであれで終わりだぜ。なんかあったっけ、飛んだないよね。あのね、護衛がキノピオだけってのもね、頼りないしね。もうちょっと設備整えよって気ないのかな。毎回もうマリオ任せやんけ、お前。なんでもうちょっとさ、努力、マリオが何とかしてくれないよって精神を捨ててさ、ちょっと一旦努力してみようぜ。多分、誘拐率減る、多少は減るから。あ、変なくてもね、まだまともに戦えると思うんだよね。何の防御もないのにね、向こうだけね、設備整ってね、これはね、無理って思うよ、そりゃ。そりゃ、毎回ね、さらわれるって。てか、さらい、セキュリティガバガバだもん。それは無理だもん。ロゼッタとかあったらいけんじゃねえかな。あんな、なんで宇宙に星団持ってるぐらいだから、なんか宇宙の、エネルギーっていうかね、技術がね、なんかありそうだよね。すごい。おっと、危ない。そういうことやめてくれ。え？あ、嘘。うわぁ！ブーメラン食らいたくない。食らいたくない。逃がすか？あ、今使えばよかったな。じゃあお前、早く捨ててくれ。捨ててくれ。抜かせない。抜かせない。お兄ちゃんそこどいて。お姉ちゃん、お前。お前、デイジーか。デイジーか。お前の、出た。このデイジー。マリオはルイ、マリオとはピーチだけど、お前、一貴様ら逃がさん、逃がさんぞ、やらせません、やらせませんぞ。ちょっともう憎みすぎてビグ様のあれがドズル兄貴が出てくるっていうね。1位フィニッシュ。なんでマリオカートの世界にドズルいるんだよ。 F0 のマシン乗ってんだから F0 のコースで決めようじゃねえか。偶然選ばれただけ。とりあえずコイン回収していき、定期で10枚。もうね、ここのコースはコイン稼ぎやすいからね、結構みんな10枚持ってんだよね。もう10枚が前提みたいな感じの。9枚以下はむしろ平均じゃないみたいな、そこまであるかもしんない。ある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 、全然ある。いた、ブレーキ。ブレーキ押したじゃねえか、畜生親が。すいません、すいません。姫だもんな。そんなね、そんな悪い口調はね、言っちゃいけないからね。メタルマリオとか、あんな、野蛮なマリオとは違ってー。そう、怒りの頃もため、慈悲の頃ね。いや、原作でもね、結構ね、原作2が、マイルドギャラクシー2でも結構、大人の立ち位置だったから、今、立ってたらちょっと暴言にそうになってたかもしれないんで、ちょっとね、短期の姫様だけど、ね、ちょ、なんとか、やっていこうと思うわ。5位で、キノコ2つで、割と、いいポイシ、これを、も、1位は、あ、接戦だな。じゃ、これ持っといた方がいいな。後ろは、防御。んー、オッケーオッケーオッケー。これは持っといて、もうショートカットに。よい。ここで3枚回収して、うますぎる、うますぎる。さあ、ここで回収して、ここで、イン、アウトから通って、1個使う。使うなよ。使うなよ。それ使うなよ。オッケー！ 1 位になっていく。これは熱い。F0 のマシンで、これはもしかしたら F0 のコースで F0 のマシン使ってるから、速度が 1.5 倍補正とかあったらね、最高なのにね。さあ、どうする？こっから？どうしていいかわからない。これ捨てていいのか。クラクション狙いのアイテム使ったらいいのか。ん？投げてくるか？投げてくるか？投げてくるか？あれ？あ、当たんねえのか。交換しちゃおう。さあ、何が出る？テレサ怖いからこのままにしとこうかな。でも、このまま順調にいけば、ぶっちゃけいけると思う。時速コーラ来てないね。来てないよね。このまま？やばんな？悪口なんか？出る？気配もなく？このまま？姫様が1位を華麗に取っていいの？おい、やめろって、ここら来たら終わるって、お前、それ大丈夫か？あ、距離が入ってる。あ、ここら一発ぐらい来ても大丈夫だし、そもそも来ないし、土下座も来ないし、1位フィニッシュ！お嬢様はそこにお客様はいませんよ。